全然わかんないんでごめんなさい。ピッチャーは藤岡に代わりまして、ハート。これはメインポジションではないところを守るというルールにもなっています。さあ代打中村俊也選手登場です。と岡選手にお越しいただきまして、引き続き関田選手にも。佐久間投手です。おお、142キロ空振り三振。虎川さん、開いた口が塞がりません。いや、打てないさあ藤原翔太選手です。岡さんももともと大学の時はピッチャーもやってらっしゃいましたけども、はい、そうですか、はい、実際ご覧になっていかがですか、岡さんは加藤拓磨投手は。いや、試合できても僕打てそうにないですね。いやいや、そんなこともないかもしれませんが、追い込んで3球目空振り三振。なんと藤原翔太から3球三振。ちょっと放送席のお二人も笑うしかありません。この名付けたダイナマイトがまさに爆発するんでしょうか。初球はボールです。146。原川さん、隠れた逸材なんでしょうか。僕より早いですよ、ね、いやいやいや、それもないと思います。3球目、速い球打ち上げた、145キロ。さあ誰が守る。さあ佐々木千代投手、ラフ前に落ちてしまった。これはライト、うん、二塁はセーフになります。送球されましたが、ここはバックアップ。バットの先だ、セカンドゴロ。一塁は送球がまさかされてしまった。その間にランナーホームイン。チームブラック勝ち越し、5対4です。エラーが出てしまいました。バッターは、すいません、すいません、セカンド交代で。厳しいチームホワイト、小島監督です。セカンド同意いきます。同意選手ですね。千代さん、今どういう心境ですか。はい、帰りたいです。